あれそんな劇場ないじゃんこっち。劇場ないじゃんこれ。違うとこじゃなかった。あれどこだっけ。あれオズモの GoPro。そうそうそう。DJI の GoPro。ソニーのハムコンで。こんにちは、ギズモジャパンです。じゃあこっちか。アンカーに行ってきまして。何が出たんでしたっけ結局、もう近いですね。近い、ね、近い。どっかで撮るか。ここで撮りますか。フラフラしながら撮る。あ、国際フォーラムじゃ歩きながらちょっと撮りますか。結局アンカーとかモバイルバッテリーなんだけど、モバイルバッテリーだけじゃなくて昨年あたりから実家がリウム。あ、はい、ガン。あ、ガンって呼ぶんだね。ガンって呼ぶんですね。今日ガンって言ってた。ガンって言ってたね。あと今日 iPhone XS って言ってました。つつくね、重箱の隅を。まあそんな感じで、まあ、新しい、チャージングテクノロジーの、去年開花して、その第2世代と言われる、呼んでもいいのかな、世代が出ないような感じがしますね。うん、おすごい、こんなあれすごかったですよね、黒いの。でもね、出たものとしては、充電器系のアンカーのやつと、ね、あと音サウンドコアでしたっけ。サウンドコアシリーズの、スピーカーとかイヤホンとか、まあ、いわゆるアンカーが得意とするサウンドジャンルと、プロジェクター、プロジェクターネブラ、ネビラ、ネビラの新しいやつですね。あとユーフィー、そう、家電ブランドのユーフィーからロボット掃除機がすげえリニューアルしました。あれ良かったですね。あれも良かったですね。なんか資格がない感じで、すごい進化したな。そうですよね。水拭きだよ。水拭き。そうですよね。水拭き。あれ僕ロボット掃除機でそんなことできるの知らなかったです。他の他社製も含め。あ、結構あるんだけど、アジアメーカーの、まあ、いわゆる安いロボット掃除機なんかではそういった水拭き対応もした製品もあるんだけど、でさらにレーザーセンサーでマッピング対応、スラム対応で、水拭きも対応で、でお値段もまあ、まあまああのぐらいというのは結構な革新だと思います。あ、そうなんですね。へ、うん、そっか。一番良かったのは何でした。一番って言うとやっぱりこれなんだけど。それですか。これなんだけど、某お菓子と比較したあれなんだけど、某お菓子と比較三浦さんなんですか。三浦さん言っちゃった。三浦さんいや、俺もやっぱあれだね、ガンの30W のやっぱり、うん、あれ白いやつじゃなくてやっぱ黒いやつの方がいい。そうね、まあ白いやつの全然2ポートってやつ、6時の2ポートのやつ、あとだっけ、はい、あれもすごい良かったけど、やっぱインパクト的な黒いやつが一番あったね。あれ良かったです、ね、あれは良かったね。やっぱ折りたためるのはいいですよね。やっぱね、さっきも言ったけど薄さって重要だよね、うん、本当ですか、うん、薄さ軽さっていうのはやっぱり最終的にそこに行き着くと。最初発表された時に黒い方はちょっと寸法表を見たら若干ないかなって思わない。ああ、いや、なんか思いました、思いました。若干思ったでしょ。なんかやっぱ長いなって思いました、ね、そうそうそう。だけど実物見たら、え、この薄さなのってなって、うん、だったらこっち選ぶよね。多分あそこにいた結構な割合の人がそう思ったと思う。なんか結局っぽいのが私思ってたんだもんね。ああ、なんかそう、ね、もうちょっとでかいのかなって思いました。すんげーちっちゃかった。すんげーちっちゃかった。あれ革命的でしょ、あれは。ね、30W ってね、意外といろんなもの充電できるからね。そうですね、そうですね。MacBook Pro 15インチ、俺、130W の、うん、今、現状で近かりも、すっごいちっちゃいやつあるじゃん、うん、あれで充電してるね。今回それ見たから、俺もそれでいいんだと思ってさ、頑張ってしまって、100W 買う人出るんだろ。下にガンだけくだらねえ、くだらねえ。あれ、どうやってみんなどこにどうやって帰ります。こうぐるっと回って、こっちぐるって、またこういう人に駅近すぎて喋りきれないっていう。で、山本君的には何が一番。いや、でも僕も黒ですね。黒いやつでもみんな黒いやつって言ってるんで、僕が挙げるとしたらやっぱ2つの USB-C ついてる、あとの E2、 あれ去年発表されて海外ではもう売ってたんですよ。で、他のどこでしたっけ、有名なラブパワーがあれに似たやつをいっぱい出してて、なんか欲しいなって思ってたんですけど、まあ、アンカーから出たんだったらアンカーで買おうかなと思って、で今日もらえたんで。そうですね、そうだね。いただきました。今回お土産がかなり豪華でしたね。お土産ね、ありがたい、ありがたい。
はい、山本君はその BD2 をあの持ち運ぶつもり、でも自宅に置いとくつもり。いや、持ち運ぶ、持ち運ぶように。僕あれなんですよ、15インチの87ワットかなんかずっと持ち歩いてるんです。え、あの、え、付属の標準のあのバカでかいジョルンキー。はい、でも MacBook Pro の人はそうだよね。俺もそうだもん。お前ぐらいですか。30ワットで十分ですよとか言ってる僕だけ。そうそうそう。でもあの使い方見た時思った、これでいいんだと思って。そうですね。そうだよ。いやでも、でも60ってさ、パワーブックプロじゃ一応、マックプロのあれだから、あれのサイズで60ワットは結構いいよね。で、2ポートってちょっと革新で、うん、あれもね。だから13インチ使ってる人は、ああもう全然いいです。フルパワー、両方フルパワーできるんですよ、 iPhone も Mac も。そうだね。15インチだとちょっと足りないんですけど、ね、まあ持つっていう、まあ、全然。ちなみにあの合計60ワットだからフルパワーではないよ。ちなみに、あ、本当ですか。だって、まあ、まあ、iPhone の方に10ワットぐらい取られるでしょ。だってあれ MacBook Pro って13インチ45じゃない。え、45は60じゃないの。あ、60か。え、13は60じゃないの。60じゃない。15が80だっけ。15は87。 あ、そっか、じゃあフルパワーじゃない。全然60足りてねえじゃん。足りてないです。まあまあフルパワーじゃないけど、30で使ってんだから大丈夫です。30ワットで使ってんだから。あ、あのハーレータブトスのエンジンが原付みたいな感じ。ほと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 。そうっすね、うん、いや充電させて立ちながら使っても出てバッテリー減ってくんじゃないかって感じだもんな。そう、でも動画編集しなかったそれでいけるっていうのが、動画編集しなかったみんな知らなかった。全然ってことは小暮さん今度あれですね、黒いやつで MacBook Pro を充電する。あ、そうだよ。あれ2019年の夏発売で、それ発売されたら多分僕はもうあれ、あれ一択。すごいですね、あれ一択だよ。もうハーレーのボディに原付きのエンジンを超省エネ仕様。いやでもそれで済むならマジでそれでいいっすよね。スピードだけだからね。まあまあ、スピードだけだから、それ気になければちっちゃいスピードだけだから。多分ゆっくり充電した方がバッテリーにもいいよ。うん、そうだね。それはそうかもしれない。多分ね。根拠はないけど。うん。いや楽しかったです本当に、ね、今日は。なんか予想以上だったね。そうですね、うん。いつも何が出るのかわからない状態で行ってるんで。てかさ、充電器とかさ、モバイルバッテリー地味じゃん基本的にさ。そうですね。で、なんかすごい主力製品だからさ。どんなんのかなと思ったけど、かなり予想の斜め上気がする。いやー、よかったっす。よかった、よかった。なんか本当2世代目っていうガツンとしたインパクト食らったね。そうですね、うん、なんか一皮向けたというか、うん、新しい方向性が見えてきた。そうだね、充電器、まさか充電器こんな盛り上がるのかな。いやー、よかった。何買います。じゃあ黒いやつは、まあ、黒いやつと確定、まあ、確定で黒いやつで、あとあの目覚まし時計と、スピーカーと、うん、ワイヤレス充電器が一緒になった、はい、サウンドコア、あれはすげえ便利。あれも良さそうでしたね。僕あと地味にあのスタンド型の2つ USB A の感じがあったね。あれの大きさでさ、それだけの出力できるってことはさ、耐熱関連すごい頑張ってる。そうですよね、多分ちゃんとやってるんですよね。そう、なんかファンがついたやつありましたよね、スタンド。あ、その辺ちゃんと、ね、安全圏を確保しつつ、つけたんだからすごいよね。そうですよね。派手さではかけるけど、すごいよね、うん。そんな感じですかね、じゃあ。そうだね。じゃあ、そこで続き、アンカーの夏製品。夏製品ですね。ちょっと注目する方がいいと思います。いや、本当いいっすよね。あ、ちょっと奥の方の改札が入ります。はいはい、これ絶対終わんねえじゃん。終わんねえ。